て君のことを思った今日は特に君に会いたいどうしても君に会いたい掴む指でもぎたての気持ちを携帯メールに思いを寄せて冬に咲く恋の雪桜淡くて甘い恋心叶わなくともうまくいったとしても忘れられない冬の時君と待ち合わせて念願のデートにいてつくような北風が君と僕との距離を縮める粋な演出主役は君とさえない僕だけど誰も興味はないだろうけど君が好き心に咲く恋の雪桜色鮮やかに輝く恋の花儚くともわずかな望みでも最後まで駆けたい君に届け僕の雪桜君と一緒に眺めたい冬景色叶わなくともうまくいったとしても忘れられない冬の時